ね、今の人はね、あの地球は一つの生命体だなんて言うとね、科学者が言ったなんつってね、あのみんな騒いでますね。私はその時に気が付いた。天地自体が一つの生命体だ。人間がね、神は何か作ったって言うけど、人間が神は何か作る前にも天地はあったんだ。で、天地自体が一つの生命体としてなかったら割り切れないとしても、だから天地から生まれた地球が一つの生命体だと、当然のことですよね。この中に生まれている我々がね、生命体じゃないのはおかしいと。また人間っていうのは一つの生命体として捉えなくちゃいけない。心臓や肝臓の集まりとして捉えるのはすでに間違っている。だから今の西洋医学はね、部品の集まりでしょ。例えば心臓が悪いと心臓外科へ行って見てもらう。腎臓が悪くたって心臓の医者は何も言いませんからね。いよいよ併発したって片付けられちゃう。まあ目と鼻と分けるのはまだいいとしてね、目が悪い時は目医者に行く、鼻が悪い時は歯医者に行く、それぐらい分けるのはまだいいとして、大体この辺なんか分かんないもんね。心臓だの腎臓だのどこにあるかもよく分からないのに、分法でみんな違ってる。そしてね、心臓なら心臓だけやってくれれば他は、ね、見てないんだから、あれじゃない、人間片場じゃない、部品の集まりだ。一つの生命体として捉えることを忘れてるんだよ。だから人間って一つの生命体として捉えなくちゃいけないって気がついたの。